見えるかチャンネル政治を見えるか。どうも見えるかのベベロンです。本日は大阪都構想について、二重行政、財政、住民サービスの面から賛成派と反対派の意見を対比させて見ていって、大阪都構想についてより詳しくなろうということで動画を進めていきたいと思います。本日は黒板式で動画を進めていきますので、ぜひ最後まで見ていただけたら幸いです。この動画の内容がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは行ってみよう。まず前提として皆さんに覚えておいてほしいのが、今回の大阪都構想は国政とは違います。僕たちは普段国政で投票検討をしているのですが、その際は賛成派は様々な項目に対して、例えば憲法改正だったり消費税増税だったり、逆に野党の方は消費税増税には賛成するけれども憲法改正には反対するといった、様々な複数争点があって、それに対してそれぞれの党がそれぞれ違う意見を提示しています。しかし今回の住民投票は、大阪都構想という新しい制度に賛成するか反対するか、その2つなんです。つまりこれでは何が起こっているかというと、賛成派と反対派の言っていることが食い違うんですね。例えばこれ、双方の合意のある依存のない見解というものがあるとします。これに対してお互いがこっちだから賛成、あっちだから反対って言ってるんだったらいいんですけど、そもそもの反対の理由、賛成の理由が違うっていうのが今回の大阪都構想を難しくさせる理由です。今回の動画を見て、結局どっちがいいのって思った人も、多分思う人もたくさんいると思いますけれども、その疑問を持ってこれから皆さんが投票するまで大阪都構想で調べていただく、それが大阪の未来を決める投票にとって最も重要なことだと思うので、今回の動画だけ鵜呑みにせずに、様々な情報をもとに投票先を決めていただけたらというふうに思って今回の動画を撮っています。それではまずは二重行政について見ていきましょう。まず二重行政とは何なのかというと、同種の類似したサービスを府と市が両方とも実行してしまうことです。例えば大阪維新の会はこの二重行政の例として、大阪の南港にある WTC ワールドトレードセンターのビルと、リンク大阪府が建築したリンクにあるリンクゲートタワー、この2つを挙げています。大阪の皆さんも例えばこの2つのタワーが高さを競い合ってちょっとだけ高いとか、そういう話を聞いたことがあると思います。このような同種のサービス、大阪市と大阪府が共に発展していったら最も効率がいいのにもかかわらずに、ライバル心が生まれ同種のサービスを提供してしまい、両方失敗する。実際 WTC も ゲートタワーもなかなか業績は芳しくありません。そういった状況が生まれているというのがこの二重行政です。維新はこの二重行政について特に問題しており、これをなくすべきだ、二度と二重行政を大阪で起こさないということを込めて、大阪都構想というものに対して推進、賛成しています。そして反対派に関しては、そもそものこの二重行政というのが過去のものであって、現時点ではもう存在しないのではないかというふうに言っています。確かにリンクゲートタワーや WTC、その他にも箱物での失敗、商業施設の建築などで様々類似したものを建てて失敗したことはありますが、近年大阪市が二重行政を行って失敗したというのはなかなか耳にすることがないと思います。それはもちろん大阪市、大阪維新の会が大阪市長、そして大阪府知事両方務めているからという点もありますが、果たしてこれで政党が分かれた時に新たに二重行政が起こるのでしょうかということに対して、反対派はそもそもの疑問を投げかけています。まずここの前提条件が違うということを踏まえて見ていきたい行こうと思います。まず賛成派はこの二重行政の解消のために大阪府と大阪市を再編、一つにするとしています。もちろん一つにするだけではなく、再編ということでもう一回編成します。それは大阪市を解体して大阪府と4つの特別区に分けるということです。ここまでは皆さんも知っているのではないでしょうか。そしてこれによって広域行政を大阪府による一元化、これまで大阪市が行っていた広域行政、例えば道路の整備であるとかを全部大阪府に移行することによって、それを大阪府を一つの自治体として見て、広域行政を一元化して二重行政をなくそう、効率よく発展していこうということを言っています。こちらを回収することができるという意味を込めて、大阪維新の会などは賛成しています。じゃあ一方反対派はなぜ反対するのかというと、皆さんこう聞きなじみのない部分かもわからないんですけども、三重行政という問題があります。二重行政の問題だから都構想やるのに三重になんのと思うと思います。実はこれには理由があって、大阪都構想っていうのは大阪市を解体して広域行政を府に、身近な行政を
国というふうなことを掲げていますが、実はその間の組織が存在します。やはりこれまで大阪市として一元化して管理していたものが一気に4つに分かれると、やはり余計手間がかかったり不都合が起こったりすることがあります。それを解消するのが一部事務組合という存在です。大阪市がこれまで行っていた広域的な事務、府に任せるほどではないけれども、大阪市で全体で行ってきた事務というのは特別区に分類するのではなく、一部事務組合という組合で行うことになっています。つまり何が起こるのかというと、大阪府、特別区、一部事務組合のこの3つが協議しないと物事が進まない。つまり、新たに二重行政じゃなくてもっとひどい30行政が生まれるのではないかというふうに言われています。このような理由で反対派は二重行政の解消にはつながらないという意見を述べています。次に経済効果について見ていきたいと思います。まずは賛成派の方から見ていきましょう。特別区設置によって様々なことが効率化されて経済効果があるというふうに述べています。様々なことという、例えば大阪市立大学と大阪府立大学、大阪には2つの公立大学がありますが、それぞれで運営すると、それぞれのコストがかかると。例えばこれを一元化することによって様々な無駄を削ぎ落とし、コストの削減につながるんじゃないか、であるとか、例えば競技時間の減少ですね。例えば、現在、大阪御堂推薦。千里中央からの延伸がもう決定しましたが、これを決定するまでには、沿線自治体との様々な協議時間がすごく長時間かかりました。まあこれはなぜかというと、大阪市営地下鉄、大阪市の地下鉄が他の市町村に延伸するということが理由だったからです。その協議時間が減少することによって、協議時間っていうのは伸びれば伸びるほど、経済効果っていうのは薄くなって、そもそもコストがかかります。協議時間を減らすことによってコストを削減し、経済効果を最大限に高めることができると主張しています。この他にも特別区設置による様々な経済効果すべて合わせて1年間で1000億円、10年間で 1.1 兆円以上の経済効果があるというふうに試算が出ています。では反対派はじゃあ何を言ってるのかというと、そもそもこの経済効果なんてないんだと。1000億円何を言っていると。たかだか1億円程度だと。じゃあ何がかかるのか。マイナス、逆にコストがかかるというふうに述べています。じゃあどのようなコストがあるのか。まず第一に、新しくシステムを組むこと、例えば庁舎を新しく改修工事したりといったことで、初期費用として240億円がかかります。そして、新たな特別区を設置することによって、役所の職員の数が930人程度増加するというふうに見込まれています。これによって、年間23億円の人件費の増加が、言われています。そしてまた、特別区制度を持続するのに、ランニングコスト、継続費用として、毎年30億円かかると言っています。皆さん、あれ?と思いませんでした?経済効果1000億円なのに、コスト300億円じゃん。やった方がいいじゃん。7000億円得じゃん。これ実は違うんですね。そもそも反対派は経済効果がないと言っています。賛成派が、この300億円のコストっていうのは、これもあくまで試算なんですね。反対派の方々の中には、1000億円ぐらいかかるんじゃないか、コスト。もちろん1年間じゃなくて、トータルで合わせたら、もっともっとコストがだんだん膨らがっていくんじゃないか、というふうに言っている人もいます。一方、賛成側は、コストは高だが300億円だと。絶対的にメリットの方が大きいんだ。そういうふうに主張します。あくまでこの経済効果の数値っていうのは、私たちも様々なものをもとに、この、1000億円と300億円という数字を出していますが、正直言ってこれは資産でしかありません。皆さんも東京オリンピックをした時に、世界で、これまでにないコンパクトオリンピックだと。すごい費用が少ないんだっていうふうに聞いたと思います。けれども、実際に実行すると、あれよという間に、費用が膨れ上がって、すごい、これまでのオリンピックでも、高額の部類に入る費用になっているというのを皆さん耳にしたことがあると思います。これも同じようなことです。実際に行って1000億円の経済効果あるかわからない。もっとあるかもわからない。けどもっとないかもわからない。コストも300億円って言われてるけど、もっとかかるかもわからない。もっとかからないかもわからない。この経済効果というのは本当にあやふやなものだというふうな認識で考えておいた方が僕はいいというふうに思います。次にじゃあ最後に大阪市の皆さんも気になっているだろう住民サービスについて見ていきたいと思います。これも賛成反対派の順番で見ていきたいというふうに思います。まず、賛成派、都構想推進派は、住民サービスは向上しますよと言っています。まあ、じゃあどういう根拠で向上するのか。大阪市は現在約270万人の人口を抱える、日本で一番の人口を誇る政令指定都市です。
270万人ではきめ細やかな住民サービスができないと。そんなに人口が多いのに、誰が一人一人それぞれの国やって政策ができるんだというふうに言っています。だからこそ区、4つの国分割することによって、1つあたりの区の人口を70万人程度。今、だいたい政令指定都市の静岡や岡山と同じぐらいですね。に減らして、それぞれの地区が持っている特徴に合わせた、課題に合わせた住民サービスを提供することができますよというふうに言っています。実際に今回大阪都構想が行われたら分かる特別区、淀川区、天王寺区、中央区、北区は、それぞれ本当に住んでる人の分布も違いますし、そこを育てそうな人も、人数も違います。だからこそ、区長を選挙で選ぶことによって、自分たちの政策を反映させることができる、住民サービスが向上するんだというふうな主張をしています。では、反対派がどのような主張をしているのでしょうか。低下する。絶対に低下するかどうかわからないけれども、向上するわけはな、とは限らなくない。低下する可能性もあるくないというふうに言っています。まず、それはなぜなのかっていうのを見ていきましょう。まず、特別区の予算が減るよ。現在大阪市が得てる収入が、そのまま4つに割られるわけではないんですね。まず、この一番最初のことを思い出してもらいたいんですけれども、大阪府と大阪市を再編して広域行政を一元化するんです。つまりお金がかかる国道の整備であったりとか、再開発であるとか、府が行いますよ。だからその分の費用っていうのは府に渡す必要があります。だから特別区の予算がそのまま分配されるわけじゃなくて、2000億円程度減りますよと。これってつまり予算が減るから、いろんなことできないんじゃないのと。結局大阪府にこれ作ってくれませんかとか、こういう問題があるんですけどってお願いしないとダメなんじゃない、自立した自治体経営ができないんじゃないのかというふうに主張しています。そしてもう一つ、権限が下がるよって言っています。これまで政令指定都市というのは大阪、日本の地方自治法で最も権限のある地方自治体です。この権限を手放して特別区というのは中核市、普通の市町村じゃないですけども、中核市並みになります。中核市並みになると、権限が低下するよ。じゃあこの権限って何に対しての権限なのと思いますね。これは国に対しての権限です。政令指定都市の場合は、直接国との交渉であったり、政策の依頼、そういうような、職員の派遣であったりということが行われてきました。しかし中核市並みになるとそれができない。つまり、大阪市が重大な問題を抱えてきていて、国に何かお願いしないといけない。大阪市の時はできました。けど今はできないから、府に、すいません、こういう問題があるんですけども、国にお願いしてもらえませんかって言ってからじゃなくて解決できない。だから、大阪市民の意見を正確に反映することができないのではないかというふうに主張しています。これ見てわかる通り、確かに、割ったら、住民サービスきめ細やかになるかもわかりません。確かに、権限が下がったら国に対して要望できないかもわかりません。これも本当に賛成反対はどちらが間違ってるというわけではなくて、あくまで将来の想定の話です。本当に確証ある、こっちが間違ってる、正しいと言えない。というのが今回の住民サービスについても同じことが言えると思います。もちろん今回これまでいろいろ見てきましたけど、これ以外にも大阪都構想っていうのは様々な論点が言われています。例えば、東京都は東京24区が中心、主を担うので、東京都議会で区の選出議員の方が多いんですね。けど、大阪市の場合は区の選出議員が3分の1程度だったと思います。3分の1程度になってしまうので、大阪、旧大阪市民。新しく言ったら大阪4つの特別の区の区民の意見が不正に反映されないのではないかというような問題点も指摘されています。このように賛成反対派、例えばよく住民サービスはどうですよ、経済効果はどうですよ、二重行政どうですよと言うけど、そもそもの根本が異なっているということにちょっと少し気づいていただけたんじゃないでしょうか。よく賛成派と反対派の意見を対しますよとか、反対派のこれ間違ってますよとか、賛成派のこれ間違ってますよ、ミスリードですよとは言いますけど、そもそも正直な話をすると、大阪都構想は大阪の未来を決める話です。未来のことは正確な試算というのがなかなか難しいというのがあります。もちろん現在テクノロジーが進歩し、様々な資産というのを出すことはできますが、資産はあくまで資産です。正解ではありません。もちろん、賛成派は大阪市を解体して、大阪市のこと嫌いなのか、俺らの愛する大阪をなくすのか。反対派は大阪の成長を前から進めるのを止めるのか。元に戻すのか、旧と以前の大阪にするのか。
両方とも大阪を愛しての結論であることは間違いがないと僕は思っています。賛成派の議員の方も、反対派の議員の方も、賛成派の政党も、反対派の政党も、大阪の未来、大阪市の未来、大阪府の未来を第一に思って、それぞれの自分たちの信念に従って、賛成である、反対であるというふうに述べています。大阪市民の方に忘れていただきたくないのは、今回決めるのは大阪市の問題です。もちろん大阪府にも関わる問題は大きくあって、大阪府は大阪市だけじゃなくて、大阪が一つになって成長していくべきだというのはわかります。けれども、今回のもので、当事者となるのは大阪市民の方からです。もちろん今回見てよくわからへんわと、ずっと喋ってるけど俺がこの人が何言ってるかわからへんわとか思ってる人も多くいると思います。けれども、この今回の住民投票というのは大きな大阪の未来を決める住民投票になるというふうに思っています。もちろんそれは賛成反対関係なくです。前回の住民投票で否決されてから大阪都構想の制度というのは実は細やかに変わって様々な部分で反対した理由を救い上げて、皆さんが賛成できるような意見に変わっていたりもします。かといって反対のものが減ったわけではなく、いずれとして反対要素、問題点というのは波乱のままです。もちろんこのコロナ禍によって投票するべきではないというか、様々な意見があると思いますが、コロナ禍だから投票すべきではない、だから反対という意見は、僕は少し違うんじゃないかなというふうに考えています。もちろんこのコロナで投票することに対する問題点はあると思いますが、今回は一つ、あなたの愛する大阪、皆さんの愛する大阪がどのようになるのかということに対して、僕たちの動画だけじゃなくて、様々な人の動画であったり、様々なサイトを見ながら、真剣に考えていただいて、一つ大阪の未来に対して結果を出していただけたらな、結論を出していただけたらな、というふうに考えています。見えるかでは、これからも僕たち大学生が大学生なりに様々なことを分かりやすく伝えようと動画を撮っていきますので、ぜひ今後もご覧いただけたらな、というふうに思います。本日の動画は以上です。もし例えば都構想で僕たちがやってることが間違っていればコメント欄で指摘してほしいですし、こういうことが聞きたいってことがあればコメント欄で書き込んでいただけましたら、可能な限り解説していこうというふうに考えています。本日の動画は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは政治や学生に関する話題を面白く分かりやすく丁寧に解説しています。 PC の方はこちらから、スマートフォンの方は下の概要欄からチャンネル登録お願いします。また、公式ホームページや Twitter、Instagram も下の概要欄に貼っていますので、ぜひチェックお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。